皆さんこんにちは、あかりんことしのあかりです。さあ今日はですね、2月のお気に入り紹介していきたいなと思います。今月プチプラが豊作でございます。ぜひ最後までご覧ください。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。では早速今月のお気に入り紹介していきたいなと思います。まずクリーム、こちらエクセルのデイスキンコンフォートです。 SPF32 の PA2 プラスも入ってます。これカネボウのフレッシュデイクリーム的な感じで、メイク前に塗るクリームなんですけど、開けるとこんな感じ。もうこれ塗った瞬間からびっくりして、これプチプラーみたいな。めっちゃ伸びのいいクリームで、肌保湿してくれるんですよ。なんかデイクリームってあんまりこう使わない人も多いと思うんですけど、乾燥肌ならもう絶対使ってっていう感じで、乳液で済まさずこういうデイクリーム一層仕込んでおくだけで、メイクのりも良くなるし、あとその1日乾燥というものから守ってくれるので、デイクリームってなかなかあんまり出てなくて、カネボウをずっと使っててんけど、高いから真似できないですっていう声とかもあって、じゃあそれならプチプラでいいんないかなと思ってたら、すごい似た感じの商品がエクセルから出てて、ただ何が違うって、カネボウのフレッシュデイクリームは若干ねトーンアップしてくれるとか、なんかピンク色くしてくれる。だからこれはトーンを上げてくれるとかは全くなく、しっかり保湿してくれるっていう感じでも、なんか保湿具合はどっちもいいんじゃないかなって思う。 で肌がすっごいもっちりして、これ塗るだけでマジでメイクのり良くなるから、乾燥肌の人、目周りとか結構乾燥するやんか、そういう方ぜひ使ってほしい。もしかしたらちょっとこう皮脂が多めの方とかやったら好みじゃないかもしれないけど、乾燥肌の人は絶対的に使ってほしいなって思うアイテムで、これがエクセルで買えるからぜひちょっとゲットしてみてほしいなと思って、今月はこれを入れました。そして日焼け止め、エリクシールのデイケアレボリューショントーンアップ SP プラス AAでございます。こちらね、動画でも紹介させていただきましたけれども、私エリクシールの日焼け止めが良すぎてびっくりしたみたいな、なんでこんないいの知らんかったやろっていうのを今年に入ってやたら言ってると思うんですけど、それのトーンアップタイプが出たんですよ。こんな感じでピンクなんだけど、なんかパーンってするピンクじゃなくて、肌全体をこうピンク帯させてくれるピンク下地としても使えるし、日焼け止め乳液なんでめちゃくちゃ伸びが良くて、でなおかつ1日中エイジングケアしてくれるんですよ。これ塗ってると肌の張り感全然違うんで、前から紹介してるエリクシールのやつももちろんいいんですけど、これはねメイクアップもできてしまうということで、下地もこれあると別に使わなくてもいいから、めちゃくちゃいいよと思って。でこれ何がすごいって、ピンクパウダーが入ってるピンクなんですよね。だからなんかちょっとこう毛穴とかも綺麗にぼかしてくれるというか、クオリティ的にはマジでデパコス。私これ1万円出しても全然買いたいぐらいの感じのやつやねんけど、でもこれがこの値段で買えてしまうというびっくりよね。あのこれベスコス確定ですっていう感じ。めちゃくちゃいい。わざとらしい白ピンクみたいな感じじゃなくて、血色感がほっと上がる感じのこのピンク感が、ピンクメイクとかする時にもすごい肌をこう全体的にピンク帯させてくれるから、それがめちゃくちゃいいのと、あともう本当に乾燥から守ってくれて、日焼け止めやのに塗ってた方がこのプリプリのお肌が維持できるんですよ。だからもう絶対に塗りたいアイテムっていう感じで、ピンクっぽく仕上げたくない時とか、他に下地をしっかり使いたいものがある時とかはこっちの普通のタイプ使うねんけど、ちょっとこうピンク帯さしたいみたいな時とかはこっち使うっていう感じで使い分けてます。本当にこの肌作れるからマジでやってほしい。ちょっと待って、これ色味がさ分かりにくい。どう、横の照明消してもこんな感じ、すごない？最近照明にめっちゃ悩んでて、みんなが見やすいかなと思って横に照明焚いてんけど、そうすると色が飛ぶのよね。ただ立体感的なのは出て鮮明には映るんですよ。だからちょっと照明の位置変えつつ紹介していくけど、こんな感じ。若干ピンクを帯びてるの分かるかな。このプリプリピンク肌作りたいならもう絶対これっていう感じで、マジでこれも使ってほしいアイテムでございます。そしたら続いて、今月はねびっくりしたファンデーションがありましたね。こちらですね、メイベリンの SP ステイルミマットリキッドファンデーション C20 番を私は使っております。買いました？皆さんマジでいいので使ってほしいから、ここでも紹介すんねんけど、この前ね動画でも紹介したけど、私が珍しくマットに惚れたっていう感じで、今月その生配信もしたから見てくださった方は知ってると思うんですけど、 B アイドルからもファンデーション出すんですよ。だからプチプラのファンデーション正直あんま紹介したくないねんけど、でもこれはちょっとみんなに使ってほしいなっていうファンデーションで、ちょっと今ワンプッシュ出したけどね、全顔半プッシュぐらいでいけるファンデーションです。めちゃくちゃ軽くて伸びがいいファンデーションで、本
当に崩れない。今月もう一個お気に入りあって、このファンデーション塗るとき、最近この資生堂のね、ブラシお気に入りで使ってんねんけど、このファンデーションでも塗るときのポイントがあって、こうやってのせるやんか、すぐに伸ばさないと結構すぐこう定着するから、全体的にのせてから伸ばすっていうのは結構難しい。そうするとなんかこう固まってついちゃうから、こんな感じでのせて伸ばすっていうのを繰り返して、塗ってほしいファンデーションです。ほら、もうちょっとほら、わかるよね。この感じ。とにかく、毛穴とか、どっかやってくれて、で、ある程度カバー力もあって、マジで崩れない。パサパサのマットじゃなくて、ふんわりマットにしてくれるファンデーションです。カラー展開も結構豊富で、必ずね、青い色見つかるし、プチプラでファンデーションマジでいいのないよなって思って、プチプラメイクの時のファンデーション選びマジで悩むんですけど、これはいいよ。素晴らしいね。半眼だけ塗っていきますね。で、このさっきから使ってるこの資生堂のブラシもすごい良くて、こっちがなんかプニプニになってて、こっちがブラシになってるんだけど、このプニプニの方でこういう感じでポンポンポンって置いて、で、これで伸ばすとね、めっちゃ綺麗につくから、手も汚れないし、すっごく楽なファンデーションです。こういう小鼻周りとかもこのプニプニで、のせると。なんか今爪長いからさ、塗りにくくてこういうとこ、爪の中にめっちゃファンデーション入るの嫌やねんけど、これあると結構便利。こっちの照明落としたけど、ほら、え、すっごい綺麗くない？絶対的に私はツヤ肌派なんですけど、まあでも久々にマット使っていいなと思って、これちょっとアイドル時代あったら、絶対公演の時とかライブの時使ってたなって思う感じで、私ずっとアイドル時代はディオール使ってたんですけど、全然並ぶぐらいいいって感じ。比べるのもどうかと思うんだけど、同じマット系で言うとディオールのマットよりこっちのメイベリンの方が好き。私みたいにツヤ肌派でも崩れにくいファンデーション欲しいなっていう人とかは、下地にさっきみたいにこう張り感のあるチュルチュルになる系の下地仕込んでおいたら、がっつりマットにはならないですね。下地の時点でとにかくマットにしてたら、がっつりマットに持ってけるし、ちょっとツヤ、セミツヤぐらいは欲しいっていう人とかは、若干ツヤっぽい下地仕込んでおくと、なんか本当にツヤツヤにはなんないけど、ちょっとしたツヤは残ります。あとはまあファンデーションの量、重ねれば重ねるほどマットになるので、なんかそこは調整してあげるといいんじゃないかなって思う。これめっちゃいいね。B アイドルのファンデーション出るまでに一回ちょっとこれ使ってほしいなって思う。B アイドルももちろん使ってほしいし、B アイドルとはまた全然物が違う。B アイドルはもっとこうツヤンツヤン系の、もうマジでスキンケアしたての肌みたいなのに持っていきたい人におすすめっていう感じ。こっちは結構しっかりメイク感が欲しい人とか、マットな人。あとはもうとにかく、もう絶対に崩したくないです。みたいな人にすごいおすすめ。今年はちょっと崩れないメイク、まあ、全部ファンデーション使ってるわけじゃないけど、これからどんなん出てくるんかまだわからんけど、今のところ崩れないメイクやるならこれかなっていう感じがしますね。こんな感じでございます。めっちゃ綺麗にカバーもできるし、半眼でこんだけしか使わない、結構残ってるから、そこもね、コスパもいいし、コスパいいって言ってももともと安いし、本当におすすめなので、これマジで使ってほしい。え、プチプラ？嘘やろって思う。そしたらちょっとここでリップを紹介します。こちら、これファンの子にいただいたんですけど、ハッチのモイストリップエッセンス BE キス005番。これすごいたくさん蜂蜜が入っている、本当に蜂蜜のリップ美容液なんですけど、これね、美味しい。めっちゃ甘くて蜂蜜の味がして美味しいのと、あとすっごいプルッと保湿してくれるから、最近なんかお家にいる時とか結構これ塗ったりとかしてます。デスクとかに置いといてさって塗れるようにしたりとか、ほんのりね甘い香りが口の中にもふわーっと広がってすごい美味しいので、これめっちゃおすすめです。ファンの子がイベントでプレゼントしてくださったんですけど、ありがとうございます。めっちゃ気に入って、もうめっちゃ使ってる。あとね、こちらちょっと気に入って使ってるねんけど、シーグラムのサンスカルプリキッドシェーディングっていうソフトタウンのカラーなんですけど、もう一個普通のねシェーディングっていう感じのカラーもあんねんけど、色味的にはイエベブルベで分けてるんやと思うんだけど、私はイエベ春ですけど、多分ブルベ向けなんやろなみたいな方の色を使ってて、こんな感じのやつでこうポンポンポンって置いていくねんけど、え、ちょっとカニ味噌カラーじゃないみたいな。カネボウほど透け感がないから、そこまでカニ味噌じゃないけど、色はこっちの方がカニ味噌やんな。これがちょっと影っぽくしてくれて、でなんかカネボウゲットできないですみたいな未だに聞くから、普通のブラウンのシェーディングでやるよりちょっとやっぱ影っぽくなる、このカニ味噌カラーが。でなんか最初使った時、めっちゃつくけど大丈夫かなと思ったけど、すごいみずみずしいテクスチャーで、なじませるとちゃんと影になってくれる
から、スポンジでぼかしてもいいし、こんな感じで私みたいにブラシでぼかしてもいいし、どっちでもいいんですけど、カニ味噌体験したいよみたいな人とか、結構綺麗な影作ってくれるので、おすすめ。小顔にしたい日とかは絶対これ使ってる今。パウダーとかでね、サッとするときも全然あるんですけど、こうしっかりメイクしたい日とか、まあこれで入れてあげると、ブラウンでやるより浮かなくて、ちゃんと影になってくれて、顔がキュッと締まるので、すごいおすすめです、こちら。ただ、ぼかさないとほんと汚れみたいになるから、そこだけ注意ですね。でもわかる？ちゃんとこう、影になって、こう、フェイスラインがもたついてたのが、シュッと出た感じがすると思います。そう、シーブラムって1000円でしか買えないのかなと思ってたんやけど、最近なんか、ドンキとか、プラザとかにも置いてて、結構手軽に買えるので、ぜひ見てみてください。で、ちょっと、メイク進めますね。紹介するものがないところは。今月プチプラコスメ、大量レビューやったので、結構そっからね、本当にいいって思ったものが入ってきてる感じかも。この動画に上がってきてるものは、中でも良かったんだなって思っていただけるといいんじゃないかなと思います。来月、最初はね、韓国の Vlog とか購入品が上がんねんけど、2週目か1週目に毎日メイクもあげようと思ってもう撮影したので、毎日メイクでも結構出てくるアイテムが多いんじゃないかなって思う。悩む人はこの動画だけじゃなくて他の動画も見つつお買い物決めてもらえるのがいいかなとか思ってるんだけど、そうだから眉毛の描き方とかもいろいろ変わってて、そういうのも毎日メイクで解説するので、最近のメイク気になってる人はもうちょっと待っててください。で、今日私今朝の9時半ぐらいねんけど、昼から名古屋にまず向かって、NMB48 の同期の岸野里香ちゃんと箱根に旅行に行くんですよ。箱根に旅行行く前に動画撮ってるっていう。なんともハード。そう、なんかもともとさ、旅行のスケジュール立てた時はさ、今月の後半がこんなに忙しくなると思ってなくて、もともと。やばいやばい、撮られへん。と思って、ちょっと早起きして今 YouTube 撮影してるっていう感じでございます。じゃあ続いて、眉マスカラ紹介します。眉マスカラはね、これ、限定なんですけど、多分まだ買える。ケイトの 3D アイブロウカラーの B1 番のミルクベージュのカラーで、ケイトのこのシリーズの眉マスカラの限定色で、脱色カラーみたいなのが出てて、こんな感じのめっちゃ薄いベージュ。私がもうずっと使ってるケイトの眉マスカラの、これはね、BR2 番のカラーやねんけど、これぐらいのカラーやねんな。なんかね、このカラーもめっちゃいいくって、明るく見せてたいならこれって思ってたんやけど、若干こう黒みがあることによって、眉毛が沈むのね。今私だいぶ脱色してるから、その自眉毛が明るいんでちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、自眉毛が黒いと逆にちょっと若干濃く見えるみたいな悩みがあったんですよ。でも、今回のこの限定色は、本当に脱色したみたいな眉毛に仕上げてくれる。でも最近はもう私は絶対に眉毛自分で脱色してんねんけど、脱色苦手な方とかちょっとできないよっていう方とかは、これすごいおすすめやし、私みたいにこう脱色して薄くしてるのに眉マスカラ塗るとなんか濃くなっちゃったみたいな、でも眉マスカラないと全体のトーンが揃わないから嫌だみたいな人とかはこれおすすめで、なんか本当にこう明るい眉毛にしてくれる。で、まあケイトのこの眉マスカラ何回もリニューアルを繰り返し、どんどん良くなって地肌につきにくくなってて、毛流れもしっかり整えてくれるし、しっかりコーティングできる眉マスカラなので、眉マスカラ自体としてはもう本当に名品なんだけど、それのこのカラーがなんで限定やねんって思うけど、めちゃくちゃいいからちょっと使ってみてほしい。眉毛黒くて悩んでる人、今年のトレンドとして眉毛は明るめが絶対にトレンドなんですよね。全体的にチークがちょっと濃いメイクだったりとか、あとまつ毛が束感まつ毛みたいなのが流行ってたりとかするから、どっちかっていうとこう目とかほっぺにアクセントが来ちゃうじゃないですか。そうすると眉毛まで自眉の黒さがあると、やっぱ全部が濃くてちょっとくどいみたいな、全部主張してくるみたいになるから、眉毛を髪の毛が暗くてもちょっと明るくするみたいなのがトレンドやなと思うんですけど、でそのトレンドを作りたいんだったら、まあ脱色するのが一番いいんだけど、脱色はちょっとみたいな人はこのケイトの限定もおすすめやし、キャンメイクからコンシーラー眉マスカラみたいなのが出てたりとか、キスから薄眉メーカーみたいなのが出てたりとかするから、私がね今のところゲットできてるのはケイトだけなので、今回はケイトをご紹介したんですけど、そういう薄い眉毛みたいなのがトレンドなので、まあぜひチェックしてみてください。そしたら続いてこちらも限定なんですけど、ミュアイスのスポットメンテパウダーの SP01 番美肌ピンク、これはね私が大好きなミュアイスのスポットメンテパウダーの限定色、色違いになるんですけど、定番のね今まであったカラーはベージュだったんですけど、今回こういうピンク白いのが出ました。完全にマットじゃなく若干のねなんかラメパールみたいなの入ってるんだけど、まあ、こういう感じですね。これはどうやって使うのっていうと、まず簡単な使い方として、コンシーラーで飛ばしきれなかったこうクマのところとかに塗ってあげると若干明るくなってクマを飛ばしてくれる。
のと、私はこれをコンシーラーでね、ここの肉付けよくするんですけども、コンシーラーする時間ないよみたいな時とか、なんかやり忘れたみたいな時とかにこれ塗ってあげるんですよね。そうすると若干こうふわっと肉付けされて、こうちょっとこう肌が平らになって離れた印象になって優しい顔つきになるから、それに使ってます。なんか時短メイクの時とかもここちょっと離したいなって思うんですけど、ちょっとコンシーラーやるのはちょっとめんどくさいみたいな時とかこれ使ったり、コンシーラーやってもまだもうちょっとこう平らにしたいなみたいな時はこれをね塗ったりとか、あとなんかこう眉毛の眉頭ぼかすこう塗ってあげると、私がなりたいフェミニンな印象にしてくれるから。ベージュのカラーをずっと使ってたんだけど、私は結構ピンクっぽい肌に仕上げたいとか、元の肌がちょっと赤みを帯びてる肌なのでピンクの方が馴染むんですよね。いつもハイライトする時もこことここにのせてねって言うんですけど、一本入れたら柱通ってるみたいになんか変だよっていつも言ってるねんけど、これなら一本通しても大丈夫なくらいめっちゃ馴染むけど、若干こう高さ出してくれるから、ハイライトの下地みたいな感じでちょっとこう鼻筋描いたりとかもします。でこの鼻筋を描いた後に部分でハイライトを入れるみたいなメイクをしたりとか、あとちょっとこうほうれい線飛ばすのに使ったりとか、キラキラのハイライトでやるとすごいここにラメついてなんかみたいになるねんけど、これでやると馴染むから綺麗に飛んでくれるし、でまあメイク直しとしてちょっとこうテカってるなみたいなところに入れてあげてもいいし、でいろんなブラシ試してんけど、このフィリミリのね、多分コンシーラーブラシなのかな、なんかこの形のブラシ、すごい密度の濃いちょっとファンデーションブラシみたいな感じのやつで塗るとすごい綺麗に塗れるので、やってみて。ちょっと顔の印象変わりますよね。クマ飛ばしたい時とか、ちょっと肉付けしたい時、ちょっと高さ出したいところとかにマットのハイライト的な感じで使ってもらえるといいんじゃないかなと思います。そしたら続いてハイライト、こちら最近注目のねブランド、このグリントっていうブランドなんだけど、グリントのこのバイビディボブハイライター04番のミルキームーンと、バイビディボブハイライター03番のクロームベイビーっていう、このねグリントっていうブランドが最近日本に上陸したんですけど、名前がマジで天才で超可愛いです。ほら天才的に可愛くない？これね最近プラザで買えるようになったんですけど、まずこのハイライトの方ね、ちょっとこうピンクハイライトなので若干お鼻にピンクが乗るねんけど、こういうとことかこういうとことかこういうとことかに塗ってあげると、ピンクのフィルターを乗せてるけど立体感も出るみたいな、ありそうでなかったこのピンクツヤみたいなのが作れてめっちゃ可愛いんですよ。こっちのクロームベビーっていうカラーは、まあ、何でもいいんでいつも通りチーク塗るんですよ。でなんか最近好きなチークはこの VDL の02番のチーク、これちょっと日本で買えないかも。このチークを塗るじゃん、普通に何でもいいですよ、こんな感じでパッてちょっとこうふわっとピンクのチークを塗るじゃないですか、うん、ちょっと濃かった。ピンクのチークを塗った上にグリントのこのピンクキラキラ超可愛い やつを真ん中にちゃん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 って重ねるの、はい、かわいい、ほらかわいいってなって、もう毎日これやってる、これが塗りたくて朝起きてるぐらいあるマジで可愛いんですよこれが、わかる？なんかねちょっと黄色とかのラメも入ってるから、なんかイエベさんとかでも使いやすいと思う。そんなに浮かないんだよね最初、お大丈夫かって思う色やねんけど、重ねればマジで可愛いし、チークにじゃなくてもなんか目元とかに塗ってあげても可愛くて、なんか下まぶたにちょっと塗るな、ほら可愛くない？なんかすごいときめきを感じたコスメですねこれは。かわいいってなった。こういうピンクのキラキラ系って他にもね今まで使ってきたんだけど、今までとは違う輝き方があるというか、ここまで黄色系のイエローラメみたいなのが入ってるのが多分そもそも少なかったんけど、どっちかっていうとこうホワイトピンクみたいなのが多かったんけど、こういうハイライトって、これはちょっとイエローなので重ねるとちょっとポップになるというかね、今のメイクの気分にぴったりっていう感じ。エリクシールのこのね日焼け止めも相まってピンク肌系になれるからすごいいいです。そしたら続いてアイシャドウ、アイシャドウはねこれケイトのポッピングシルエットシャドウの RD1番、ロージーポップっていうカラー、これ可愛かったな。すごい柔らかマットとちょっとパールっぽいのとラメ、大粒のラメで構成されてんねんけど、マットでまず仕上げて部分的にラメで入れることによってで目が丸く見えるみたいな、そういう構造のアイシャドウです。まずこの色、カラー展開すごい豊富なんですけど、私このねカラーが気に入ってて、何がいいって技術いらなくメイクがめっちゃ可愛く仕上がるっていうところが結構おすすめできるポイントで、私の場合はこんなとこまでアイホールってぐらい、まずこのピンクをね広く塗るんですよ。
そう、こんな感じで全体的に塗って差し上げて、でここのカラーを大幅目尻ぐらいからこう重ねるんですよ。ですごいなんか柔らかい粉質で、発色もすごい柔らかなので、マットのアイシャドウとかのこういう色塗る幅間違えるとさ、殴られましたみたいな感じになるやんか。でなんかちょっと白み感があるのと、すごいぼかしやすいカラーだからか、ふわっと目元をピンクに染めてくれるんですよ。だからこのマットだけでもめっちゃ可愛いんけど、まあ、これにラメをね重ねてあげたりすると、ここに立体感、高さが出て目が丸く見えるみたいな、すごい簡単にメイクが可愛く仕上がる。デパコスで言うとちょっと繋いでる感がある感じの色味、この辺とかで粘膜拡張させてあげてもいいし、なんかスナイデルのあのアイシャドウ私すごい好きなんですけど、なんで好きかっていうと、発色がすごい柔らかくて簡単にメイクが仕上がるし、どう塗っても可愛く仕上がるから、こうあんまり失敗が少ないなっていうので好きやねんけど、このケイトもなんかそれを感じさせるというか、時間ない時とかも適当にこれでチャってメイクしたら可愛く仕上がる。まあ今ちょっと下に違うチークのラメ塗ったけど、このパレットだけで可愛く仕上がる。でもう一個ね、オレンジ系が好きな人やった私が買ったカラーが OR1番、こっちも可愛かったんだけど、まあレビューもまたジプラコスメのレビューで載せてるから見てほしいんだけど、私はなんか今の気分的にこのピンクっていうか、このちょっと赤系、赤ピンク系の気分かなみたいな感じで使ってる。こんな感じ、ほら可愛くない？どう塗っても可愛く仕上がるし、本当に技術がいらなく簡単に可愛いが手に入るっていう感じなので、プチプラやし、これはぜひゲットしてみてください。そしたらちょっとね、マスカラが大量にあるんですけれども、まずこれは紹介したな、マジョマジョのラッシュエキスパンダードーリーカール BK921 番、これもタバカンのマスカラやねんけど、こんな感じで細めのコームと粗めのコームで、まず細い方でこうやって塗って、濃い方で塗るみたいな感じで、結構なこう漆黒カラーでドロッとしてて、マジでまつげの存在感ぶち上がりすんねんけど、で私はすごい好きなんですよ、まつげの存在感アップにマジでいいって感じでめっちゃ使ってんねんけど、これちょっと技術がいるというか、とにかく乾きが悪いのと、結構細い方のコームだけで塗ってる分にはそんなにダマになんないんだけど、細い方のコーム塗って次粗めの方のコームを使うと結構急になんかダマっぽくなったりとかするから、これ使うならピンセット必須みたいな感じで、でこれは結構次の毎日メイクで使ったりとか、他のエリクシールの動画とかプチプラコスメレビューの動画とかでも紹介してて語ってるので、それ見てほしいんだけど、がっつりタバ感とかがっつり存在感欲しいですみたいな人はこれがおすすめなんだけど、もう一個ちょっと一回も出してないやつで最近いいなって思うの見つけたのが、このエテュセから出たアイエディションラッシュトップコート01番っていう、エテュセが出してるタバ感まつげなんですけど、なんかここまで散々タバ感系使ってきたけど、一番綺麗なタバ感が仕上がります。細めのコームと、これもちょっと形は違えど粗めのコームがついてます。で色味がこれはめっちゃクリアなブラックなんですよね。なので私はどっちかっていうと、盛りたい日は絶対にこのマジョマジョをピンセット使いながら使うねんけど、とにかくピンセットとかなくマスカラだけでタバ感を作ってしまいたいっていう人はこっちの方がおすすめで、これは本当にマスカラだけで綺麗なタバ感ができる。でしかもこっちの細めのコームだけ使っとけば、セパレートもめっちゃ綺麗なまつげに仕上がるかも。タバ感を求めなくてもこのマスカラとしてすごい優秀というか、ただすごいクリアブラックやから、土砂欲しい時とか盛り感欲しい時はちょっと物足りなく感じんねんけど、細めのコームだけ使うとこんな感じで、太い方を使うとまあ多少ねちょっと固まってつくところもあんねんけど、そういう時はまた細い方に切り替えて、乾く前にシュってこう溶かしてあげると、今までマスカラだけでタバ感作るってまあ無理なんやろなって思ってたけど、散々タバ感系使ってきたのね。売られてるタバ感マスカラみたいな動画外でもめちゃくちゃ全部試してんねんけど、これが一番マスカラのみで綺麗なタバ感できるかなって思ったかな。やっぱもうピンセットありきじゃないと無理なんやろなって思ってたところ、エテュセに出会って、あ、これはこのマスカラだけでタバ感と言っていいのではっていう感じになった。ちょっとキングダムと似てるけど、でもキングダムよりもタバにしやすいかな。お人魚さんみたいなタバ感が欲しいんだったらちょっと難しいし、ピンセットありきやけど、マジョマジョの方がおすすめ。だからどっち使いたいかは本当に好みやし、その時のメイク次第で、私はねどっちも使いたいって使い分けてんねんけど、でも簡単なのは絶対にエテュセ。クリアブラックやから乾きがそんなに良くなくても下にこうベチョってついたりとかないんですよ。マジョマジョは部分にだけこれ上からやけど塗るけど、本当に存在感は出ます。ただ乾きが悪いのと、このコームがちょっと難しくて束は綺麗になんないっていう感じ。ほら漆黒なの分かるかな、真ん中だけ今マジョマジョ使ってるけど、
すごい漆黒なのと、あとまあ今これエテュセで綺麗な束感作った上で塗ってるからそんなに気にならへんねんけど、こっちの太い方を使うとすごい固まって、ほらわかる？すごい固まってビチョってつくのね。だからこの細い方のコームである程度綺麗にして、あ、ほら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 、すごい太さは出んのよ。めっちゃ太さは出るし、存在感的にはグンと上げてくれるからめっちゃ漏れんねんけど、なんかちょっと黙ってなる人もいると思うから、これはマジで好み分かれると思う。マジマジを使うときは絶対こういう韓国系のピンセットで綺麗にしながら塗らないと、ピンセット使ったらマジマジの素晴らしさはほんとすごくて、まつげの存在感めちゃくちゃ上げてくれるので、なんとなく束感っぽい自然なまつげが作りたい人はエテュセ、ちょっと多少こう速乾力がなくてついたりとか、塗ってる間一瞬ダマっぽくなったりとかしてもピンセットあるからいいよっていう人はマジマジョっていう感じで使い分けるといいんじゃないかなって思う。他にもね、束感いろいろ使ったけど、私的にこの2つが今のところ良かったなっていう印象でした。どういうまつげに仕上げたいかっていう感じ、私はメイクはっきりさせたい時とかは絶対こっちやし、盛りたいとかっていう、とりあえずマスカラしたい時は最近エテュセよく使ってる。ヨンちゃんの時とかはエテュセとかにしてんねんけど、だからイベントの時とかはずっとこれ使ってた。そういう使い分けはしております。そして下まつげは下まつげで別であって、これアリちゃんの嘘つきマスカラのミニ、これがすごくて、ブラシがこんだけちっちゃくて、普通の嘘つきマスカラってもうちょっとクリアブラックなんだけど、嘘つきマスカラより若干濃いめの黒で、これを下まつげに塗んねんけど、これはね、本当にすごいよ。自分の下まつげのポテンシャルの高さになんかびっくりするというか、本当に全ての産毛をキャッチしてくれて、で、めっちゃまつげをこう下に向けてくれるというか、繊維も若干入ってるからか、下まつげ、長っ！ っていう感じにしてくれて、下まつげってすごい塗るの大事だと思うんですね。中顔面短縮には絶対まつげ長い方がいいから、すごい大事やねんけど、こんなに下まつげを伸ばしてくれるマスカラ知らんねんけど、っていうくらいビョーンって、わかるかな、ほらビフォーアフターやばくない？本当に大げさに言うと、あのピエロとかのまつげってビャーって下に長いやん、なんかそこまで持ってってくれるかのような、もう本当にとにかく下まつげにすごい特化してるマスカラです。で、結構速乾性もあるからか、べちゃってついて困りますみたいなこともあんまないし、で、ウォータープルーフだからしっかりね、一日キープしてくれるし、何これめっちゃいいねんけどって思って、今これすごいお気に入り。上はこんな感じで束っぽく仕上げて、下まつげはアリちゃんで、とにかく下に向けたりとか、まあ上から束感のやつ、マジョマジョとか重ねて、下も束っぽくしたりするんだけど、とにかくちょっと下地的な感じでも使えるし、自分が持ってる産毛をとりあえずまつげにしてくれる感じがするから、あと私この目尻とかすごいね埋まってて塗りにくいんですけど、そういうのとかも引っ張り上げてくれるから、自分が持ってるものを活かしてくれる、あ、こんだけポテンシャルあったんやって思わせてくれるマスカラで、マジでいいから使ってみてほしい。なんか下まつげ本当にないんですみたいな人、ちょっとこれいいと思う。今までも下まつげのマスカラ使ってきたけど、ここまで引き出してくれるもの少ないなって思うか、わざわざマスカラ2種類も使って紹介せんでもいいなって思って、私はいつも上も下も同じマスカラ使ってきててんけど、これは下まつげわざわざこれ使いたくなる、そんなマスカラでした。なんかさ、友達とかにもさ、すんごいまつげ長い友達とかいるやん。そういう子ってなんかやっぱ上もすごいけど下もすごいやん。だからそういう子のまつげみたいにしてくれる。では最後、リップ。リップは、これがドンピシャでいいのがありました。こちら、フジコのノールクリップ。で、私はね、01番のキュンナローズというカラー使ってるんですけど、カラーはね、こんな感じの透け感のある、もうほんとバームみたいなリップです。シュルシュルシュルって伸びてくる。本当に目つぶって何も見んと書いて適当に塗っても、可愛く塗れるリップで、本当にノールクリップって感じで、まあそれ見て塗った方が綺麗やねんけど、何もミント塗ってもそんなに変にならないっていうリップで、っていうのもやっぱ透け感があるのと、本当にこのスルスル伸びてくれるのと、そんなにこの枠をしっかり取らんくっても、ほてっと可愛い口にしてくれる。多少こうやってさ、ちょっとオーバーにはみ出してもさ、可愛くしてくれるみたいな。この透け感と色味と質感が全部相まって、マジで何も見なくても可愛く仕上がるリップで。で、とにかくね、そのティントとか色持ちがいいとかそういう系のリップっていうよりは、どっちかっていうとほんとケア的な感じで保湿が一番メインに来るリップなので、色持ちがめっちゃ悪いってわけじゃないんですよ。なんか割とこの状態が長く続くリップではあるねんけど、その世に出てるめっちゃ色持ちのいいリップとかに比べると、ちょっと色持ちしないなって感じるかもしらんけど、塗り心地とか保湿感、このツヤ感とかっていうのはすごい長持ちするリップになってます。で、3色展開になってて、ショートの方でも動画出してるので、全色レビュー見たい人とか、まあ、プチプラレビューかショート見てほしいんですけど、カバンに1個は入れときたいなっていう。
写真撮ろうとかやった時にちょっと待ってリップ塗りたいっていう時にガーって塗れる感じのリップで、なんかそういう系のリップっていろいろあったけど、なんかこれ本当にマジで見なくて塗っても可愛くなる、めちゃくちゃ計算されて作られてる質感で色味のリップやなと思って、なんか色持ちとかもっとプルッと感が欲しいっていう人とかは別のリップ使ってほしいんだけど、とりあえずなんか塗り直しで1個持っといてほしいみたいな、そんな感じのイメージかなっていうので、私すごい今気に入ってて絶対カバンに入ってます。はい、という感じで2月のお気に入り以上になりますが、いかがだったでしょうか。いや今月ねプチプラがすごい、デパコスそんな買わんかったっていうのもあんねんけど、ほぼプチプラでドラッグストアとかバラエティショップで買えるものがたくさんあるので、もうぜひいろいろ試してほしいなって思います。なんか年々プチプラとデパコスの差がなくなってきたなってぐらい本当にいいもの増えてるなって本当に思いますね。今月のメイクの気分的にやっぱピンク系のものが多かったと思うんですけど、ちょっとトレンド感も結構強めのメイクにも今仕上がってるので、メイクのやり方自体はちょっと来月毎日メイクの方で解説していきたいなとは思うんですけど、まあこういうアイテム使うと今年っぽくなると思うし、もう本当にいいものが多い、ちょっと今日のやつマジで全部使ってほしいなって思うレベルで最強に可愛いので、まだ2月なのにベスコス選ぶの大変やなとか思いながら毎日メイクを楽しんでいますが、皆さん気になった商品あったらぜひコメント欄に書いてほしいなって思います。もっと詳しく見たいよみたいなのがあればショートとかでも動画撮っていこうかなって思うのでコメントで教えてください。ということでね、今月もご覧いただきありがとうございました。来月もたくさん動画出るのでぜひ楽しみにしててください。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしのあかりでした。バイバーイ。